さて、本日の動画はポピープレイタイムの舞台となった企業であるプレイタイム社について解説させていただきます。概要としてはプレイタイム社の歴史、社内の施設、そして従業員の大きく3つに分けて解説いたしますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。このチャンネルでは主に世界観の強いホラーゲームの解説考察、ストーリーの紹介などを扱っております。動画が気に入ってくださったら、ぜひチャンネル登録・高評価にて応援よろしくお願いいたします。それでは本日も行ってみましょう。プレイタイム社の歴史。それではまずはじめにプレイタイム社の歴史について見ていきましょう。プレイタイムコーポレーション、通称プレイタイム社は玩具製造会社であり、皆さんご存知ポピープレイタイムの舞台となっている場所です。世界中の子供たちを楽しませるおもちゃを製造することを目的として1930年に設立され、巷で最も有名と言われる大手玩具製造会社となっていきました。1930年に創設者であるエリオット・ルードヴィヒが妻のモリーと離婚したことにより、彼はさらなる制作意欲を燃やし、私生活を犠牲にしていきました。ちなみにこのモリーという名前は制作会社であるモブゲームスのオフィスドッグの名前とのこと。さらにその後、エリオットの家族に死が訪れたにもかかわらず、彼は創作する手を止めなかったと言われています。ちなみにその亡くなった家族こそが娘であるポピーだったのではないかとも噂されていますね。自分の私生活のほとんど全てを創作に費やし、まるで取り憑かれたかのように仕事に没頭したエリオットですが、その甲斐あって玩具業界に革命を起こし、世界中のあまたの人々に幸福をもたらす結果を生んだのです。その後プレイタイム社は訪問者1人当たり 2.99 ドルで工場ツアーガイドを提供していましたが、これはポピーのコマーシャルテープとツアーガイドのコマーシャルテープの両方が一つの同じ VHS テープに収められていたことから、ポピーのおもちゃが人気絶頂だった頃のものだと推測されています。またプレイタイム社は地下に大きな実験用施設を設け、おもちゃを使用した実験も秘密裏に行っていました。その内容はケシの花で死んだネズミを復活させるというものでした。しかし残念ながら実験は失敗してしまいましたが、エリオットはネズミのような小さな生物ではなく、より大きな生物を用いた方がより良い結果をもたらすことに気づいたのです。より大きな生物、もうお分かりですよね。そして1984年、プレイタイム社が制作した数あるおもちゃの中で最も人気があり、かつ記憶に残るおもちゃとして有名な、あのハギーワギーを生んだのです。そしてそんなおもちゃたちによる大量殺人が原因でプレイタイム社は閉鎖。その後10年の時を経て、関係者の誰かが主人公へ手紙を送ったことがきっかけとなり、主人公が再びプレイタイム社を訪れることとなったのです。プレイタイム社内の施設。次にチャプター2までに登場するプレイタイム社内の主要な施設や設備などについて確認していきましょう。まずはチャプター1。こちらは正面玄関です。受付の雰囲気がいかにも企業の受付といった感じですね。こちらはチャプター1の始まりの場所としてもおなじみですね。向かって右へ行くとギフトショップがあります。ブギーボットやキャンディーキャットなどの箱が並ぶこの施設では、かつてはお土産としておもちゃを販売していたことが伺えますね。あと上を見上げるとカラフルなおもちゃの汽車が走っていました。汽車に表示された色を入力することで入ることができるセキュリティルームはギフトショップの逆側に位置しています。ここで主人公は初めての青いグラブパックを入手したんでしたよね。そしてグラブパックを使って次の扉を開けた先にあるのがプレイタイムエリアです。ここにはプレイタイム社の代名詞とも言えるあの超大型のハギーワギーが飾られていて、彼の歴史やテーマソングなどを聞くことができましたね。プレイタイムエリア内にあるドアから通路を抜けていくと、今度は数々のおもちゃを格納している倉庫がありました。ここではもう一つの赤いグラブパックが手に入りました。さて、二つ揃った青と赤のグラブパックを使って、ダクトを抜けた先には、メイクアフレンドマシン。ここでは、おもちゃを製造することができるようです。ちなみに、このマシンたちは、
もしかしたらもともと人間だったのではないかと噂されているんですね。そちらに関してはこちらの動画でも詳しく解説していますので、もしよかったらチェックしてみてください。メイクアフレンドマシン内にあるダクトを抜けると、ポピーが閉じ込められていた部屋へたどり着きます。チャプター1ではここまででした。さて、今度はチャプター2に登場した施設です。チャプター1ラストのポピーの部屋に背を向けて来た道を戻ると、クローゼットの隙間にドアがありました。その先を進むと創設者エリオット・ルードヴィッヒの部屋があります。なかなか重厚感のある部屋ですよね。エリオットの部屋を正面に置き、左側を進むと大きな穴が開いており、落ちた先には各従業員の名前が表示されたスロープがありました。その先には巨大なゲームステーションと呼ばれる施設が。ゲームステーション内にはたくさんの遊具があり、中央には巨大な汽車が存在感を放っています。そしてここを拠点としてミュージカルメモリー、バックワハギ、スタチューズの3つのゲーム場へ向かうことになったんでしたよね。以上、チャプター2までに登場するプレイタイム社の施設及び設備をご紹介させていただきました。プレイタイム社の従業員。それでは最後にプレイタイム社にかつて在籍していた主な従業員について確認していきましょう。エリオット・ルードヴィッヒ。エリオット・ルードヴィッヒは言わずと知れたプレイタイム社の創設者です。彼は想像力と独創性に満ち溢れていることが知られています。そしてそれこそが彼のデザインがとてもユニークな理由でもあるわけですね。彼は VHS 内にのみ登場するため、本編において彼についてはほとんど語られていません。ただチャプター2では彼の部屋で見つけた VHS テープで、エリオットが元妻モリーと離婚していたこと、そしてエリオットが家族を亡くしていたという事実が判明しています。エリオットはそんな悲劇を経験しながらも子供たちに喜びを与えるという目標を守り続けたんですね。レイス・ピエール。レイス・ピエールはプレイタイム社の全従業員のスーパーバイザーであり、本編に登場した数々の VHS テープにて音声出演していましたね。また彼はかなり臆病な性格で他の従業員に嫌われていることが知られています。ステラ・グレイバー。ステラ・グレイバーはチャプター1に登場するピンク色の VHS テープにて音声出演していました。彼女の頭の中は非常にお花畑的でメルヘンで満たされており、みんな大人になってもきっと頭のどこかにまだ子供な部分を必ず兼ね備えているんだと考えています。ちなみにチャプター2のリリース前は多くのユーザーがもしかして彼女の正体はポピーなのではないかという理論を立て盛り上がりを見せていましたね。さらにゲームステーション内においては、ステラが3つのゲームについて説明してくれるという描写も存在しています。これはつまり1991年にマミー・ロングレックスが作られた後も、ステラがまだプレイタイム社の従業員であったことを意味しています。マーカス・ブリックリー。マーカス・ブリックリーはチャプター2の VHS テープにて初登場した職員。働き者で謎の生物と遭遇したことについてひどく怯えていましたね。ちなみに余談ですが、この出演している彼は世界的に有名な海外の YouTuber であるジャックセプティックアイ。2022年10月現在で登録者数は2880万人というモンスターチャンネルを運営されています。日本のトップであるあのヒカキンさんの約3倍とは本当に凄まじい登録者数ですね。彼の作品上の立ち位置としては、おそらくスペシャルサンクスや友情出演などの特別オファーだったのではないかと思われます。プレイヤー。最後はプレイヤーです。プレイヤーはチャプター1およびチャプター2の主人公、つまり我々が操作するキャラクターなのですが、その素性はかなり謎に包まれています。男なのか、女なのか、人間なのか、非人間なのか、物語はこのプレイヤーがある従業員から彼らはまだここにいるというメモを受け取ったことで再びプレイタイム社を訪れるところから始まり、工場を探索していく中でプレイタイム社の歴史についての真実を明らかにすることになっていくわけです。このことからプレイヤーももともとはプレイタイム社の社員だったのではないかと噂されるようになったわけですね。その他にも VHS テープに登場したリッチ、エイブリー、
シャロンなどの従業員も存在していたようですが、彼らに関してはあまりにも情報が少なすぎるので、今回は割愛させていただきました。さて、いかがだったでしょうか。本日はポピープレイタイムに登場するプレイタイム社について解説させていただきました。皆さん独自の考察や感想などがございましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。